田中駅は長野県東美市電中にある品の鉄道品の鉄道線の駅である。東美市の代表駅である。読む際は他にアクセントを置く。田中駅は新越線沿線の住民及び事業者のみならず、開業時は諏訪地域の三事業者も利用した。彼らは新越線開業までは甲州街道を利用して、甲部鉄道の八王子駅まで輸送していたが、 当駅の開業後は、和田峠を越えて、当駅まで陸走するようになったことにより、当駅から、ギートの輸出を行う横浜まで鉄道による直走が可能となった。しかし、諏訪地域から当駅まではなお距離が遠く不便であった、ことからより近い場所に駅を設置するための陳情が行われた。1896年1月に同駅と上田駅との間に、 内海駅が設置されたことにより、以降は同駅を利用するようになった。なお、1905年に、中央本線が諏訪地域に通じた後、田中駅と千の駅を結ぶ、計画の策諏訪電機鉄道に1920年度線免許が、カフされたが、1933年に免許執行となった。ホーム単式ホーム一面一線と島式ホームを、有する地上駅で、 社員配置駅である。駅舎は短式ホーム側にある。ホームの傘上げや南口及び連絡橋が設置され、利便性が向上した。かつては、駅南側にあったコスモ石油の輸送所へ至る専用線が駅から分岐しており、当駅では四日市駅から到着する石油の取り扱いがあった。また、特急、浅間の一部が停車する駅でもあった。駅舎は、 日本の道百選の一つにも選ばれている、旧北国街道会の塾、その合宿であった地元の田中塾を要する、地域性から、千本格子や、木彫り看板などのある、宿場町風の外観となっている。年間乗車人数及び1日あたり、乗車人員は次の通り。選挙区、バスグループの等身観光バスにより、作市方面への久保通り線が運行されている。 2011年12月4日、当駅名と同じ性を持つテレビ番組制作会社の田中忠氏が駅構内にて結婚式を執り行った。また、この際新婦が西日本旅客鉄道北陸本線に所在する駅名と同じ性であったことから、当該駅にて嫁入りセレモニーを合わせて執り行っている。ありがとうございます。